誰？私を呼び覚ますのは一体誰？この世界を導く存在。導く？そうだ。いいえ、違う。あなたの後ろには暗くて恐ろしいエンサの声が渦巻いている。誰？あなたは一体誰なの？ママ！あたしの刀をここへ！無駄だ。お前の声はもはや誰にも届かぬわ。SNK 原作サムライスピリッツ第1幕ガンダラ。おい親父、飯と酒だ。あとな、団子を適当に持ってきてくれ。はいよ。いいね、この辺りの山はのんびりしててよ。いや、最近はそうでもないさ。はいよ、飯と酒。団子は今奥で用意してっからね。そうでもないってどうしてだい？近頃な、この国でよくお侍が消えちまうんだよ。まるで神隠しみたいにさ。あんたも気をつけな。腕に覚えのある侍ほど危ないって言うからね。ああ。侍が消える？神隠し？穏やかじゃねえな。どあ！誰だお前！勝手に団子を食うなよ！この声、確か…こんなに食い散らかして…ほら、食った分のを手に出しな。それが…まさか…一文だしか、お前！待ってこら！仏の顔も三分まで…20本でぶっといて、お前何を言ってんの？おやじ、あいつはまだ子供だろ。勘弁してやれな。代わりに俺が払ってやるからさ。あれ？いや、相変わらずだな、リムルル。ハオマルさんだ。お前。おいおい、そんなにがっつくなよ。握り飯は逃げねえって。草餅も一皿追加ね。だって何も食べてなかったんだよ、ずっと。見ろ。ほら、水。こら、天に祈るなよ。飯をおごったのは俺だ。もちろん、ハオマルさんにも感謝してるよ。どうだか。ったく。それでお前、どうしてこんな場所にいるんだよ。びっくりしたぜ。あのね、探しに来たんだ。探しに来た？何を？ナコルル姉様。何？ナコルルは、前の戦いで…みんなそう思ってた。だけど行方が分かったのか？はっきりしたことは言えないの。でもね、一瞬だけど
ナコルル姉様の声が聞こえて、そして突然ママ母が飛び立ったんだよ。だから私いても立ってもいられなくなって。飛び出してきしまったってわけか。うん、私ね、絶対ナコルル姉様を見つけるんだ。それまでは村に帰らないんだもん。この化け物は！なんだこれは。弱い、弱すぎる。何の役にも立たん。ただの見かけ倒し。おい貴様ら、俺は立ち会いに勝った。約定通り妻と子供を返してもらおう。それは無理。え？あまり騒ぐものだからもう殺してしまった。何？貴様！大丈夫、あなたを一人にはしない。ふざけるな！さよなら。うわー！ほう、相変わらず見事な立ち筋だな。大僧正、あなたは使い物にならないガンダラを一体いくつ作るつもり？ぬ？分かっておる。だが、どんなに勇猛な侍を書くにしてもガンダラは強くならんのだ。ユガ様からの賜り物を使えばいい。あんな小娘。ガンダラの出来を決めるのは腕力ではないわ。北の巫女はそれ以上の力を秘めている。分かった、従おう。それがいいわ。ちっ、君の悪い女だ。おい、ハンマーはどこだ。ここに。地下に封じてある娘を使う。用意いたせ。どうした？大僧正様、これ以上人の道に反するのは。貴様、この計画は親方様の命でもある。それに背く気か？ガンダラが完成すれば腐り切った太平の世は終わる。我が藩が天下に号令する日が来るのだぞ。わかりました。なんだと？もう一度言ってみろ。おい、お前の腕を買いたい。報酬は望みのままだ。貴様ら幕府が人斬りの俺を買う？ふざけるなよ。お前母おまるという名の男を切りたいらしいな。何？裏で奴をめぐる何かが動いているらしい。この仕事を受ければ必ず出会うことになるだろう。そこまで調べてあるとはな。そんなに俺に頼みたいか？たかが坊主ぐらい簡単に消せるだろう。資格なら送り込んだ。何人もだが、もはや最強の人斬りと言われるお前に頼るしかない。300両たちな。受けてくれるか？このところ人を切ってなかったんでな、ちょうど退屈してたところだ。その坊主といい、覇王丸といい、なかなか楽しませてくれそうじゃねえか。え？
寂しいとこだね、青丸さん。ああ、人のいる様子が全くねえ。金剛山の麓といや、ちょっとした宿場町だって評判なのによ。おい、リムルル、本当にあの山なのか？ナコルルがいるっていうのは。間違いないよ。だんだん気配が強くなるもん。どうした、アリムルル。なんだろう、この感じ。とっても気持ちが悪いの。まるで誰かが泣いてるような。誰かが泣いている。姉様、これナコルル姉様なの？なんだって？どうしたの？苦しいの？痛いの？今行くよ、姉様。ま、待って、リムルル。第2幕、姉を思いて。おい、大丈夫か？この辺りで休もう。いいよ、まだ登れるってば。流行る気持ちは分かるかな。なんで体の方が参っちまうだろうが。でも落ち着きな。お前の姉さんはどんな時でも冷静だったぜ。よし、それでいい。中天の月か。だいぶ夜も更けてきちまったな。これ以上動くのは危険かもしれねえ。朝を待つか。大丈夫だよ、早く行こうよ。まあ、リムルル、お前の姉さんはいい妹を持ったな。こう言ったら叱られるかもしれねえが、お前はまだ子供だ。そんなお前が歯を食いしばってでも姉さんを探そうとする。手も足もそんなに傷だらけで、きっと今まで辛い旅をしてきたんだろうな。よくわかる。青丸さん。でも無理はするな。お前が先にくたばっちまったら一番悲しむのは誰だ？生きて再会しなきゃ意味がねえだろうが。できるかな？また姉様に会えるのかな？本当は怖いんだよ。もしも姉様がそのリムルル。私ね、時々夢を見るの。姉様が一人で泣いてる夢。どうしたのって聞いても姉様は何も答えてくれなくて、ただ悲しそうに笑うだけ。そんなの嫌だよ。もう嫌なんだよ。だから私リムルル、もういいや私。
巫女の修行も全然うまくいかないし、森の中で動物たちと静かに暮らそっかな。まあ父様のお役目は姉様が継げばいいしさ。そんなことないわよ、リムリルだって。ダメダメ、こんなんじゃ姉様の足を引っ張るだけだもん。父様やおじい様にも言っといてよね。何？そういう風に言えばもう勉強しなくても済むと思ってるでしょう。ダメよリムリル。そんなこと思ってないもん。私勉強大好きだもん。本当？嘘ばっかり。もうリムリル黙ってね。あの時姉様にもっといろんなことを教わっとけばよかった。そうしたらいつも一緒に戦うことができて、姉様がいなくなることもなかった。さてそれはどうかな。え？お前は今強い心を持ってる。少なくとも俺はそう思う。だがな、それは誰かに教わったわけじゃねえだろ。ナコルルを探したい一心で自分で掴んだものさ。初めのうちは教えてもらうのも悪くねえ。でも最後には自分で自分の強さを探すしかねえんだよ。私の強さよくわかんないや。確かにな、この俺だってまだよくわからん。だいたい俺の師匠ってのがとんでもねえクソ坊主で。な、何？この気配はさっき、いや違う、これはどこだ、どこにいる。ハオマルさん。ああ気をつけろ、ただ者じゃねえ。そこだ。よく止めたわね。な、何？女の人？感じる。そうか、やはりお前が覇王丸なのか。どうして俺の名を。ユガ様、ついに来ました。私とついをなす汎用の男。あなた、あなたをもらう。危ない。甘い。はっ。はっ。そんな。やっ。ハオマルさんどうされてる。強い。あの女の人強い。こいつ。後ろは崖よ。もう下がれないわ。どうしたの？あなたの力はこの程度？もしかして私の見込み違いかしら。何？失望したわ、覇王丸。もうあなたはいらない。さよなら。落ちろ！第三幕、姉妹の戦い。ハオマルさん、返事して。ハオマルさん、よくも、よくも。あなたは消えなさい。バカにしないでよね。私だってカムイの戦士なんだから。絶対負けないんだから。そう、じゃあやってごらんなさい。ふっ、やりだ。く
ブオブ、跳ね返した。終わりよ、これで。この勝負、拙者が預かる。ハンナ、邪魔をするの？剣を持つとはいえ、相手は子供。それが殺されるのを黙って見ている拙者ではない。命拾いしたわね、あなた。ああ、危なかった。おじさん、誰？それはこちらが聞きたい。お主のような幼子が剣を持ち、ここで一体何を？何をって、私は姉様を探さなくちゃいけないんだよ。姉様？うん、ねえおじさん、知らない？カムイの巫女なの。とっても優しくて、強くて、綺麗で。あ、知ってるの？いや、それよりもここは危険だ。即刻立ち去るんだ。いいな。あの、待って、おじさん。ここ、私は一体。どうした？どこか痛むのか？あなたは？拙者、ヤギウハンマ。ゆえあって、あなたを、その…私を…あなたは、ここに渦巻いている邪悪な力とは違いますね。とても優しい光を持っている人なのに、今はそれが陰っている。悪しき行いをしていると自分で知っているからではありませんか？それは、そんなことは。気がついたよね。シキ、いつの間に。この人は一体何？心の中に何もない。憎しみも悲しみも、誰かを愛する心も、そんな。巫女よ、ガンダラがお前を待っている。ガンダラ？そう、お前はガンダラの霊力の源となって、この世界に恐怖と混乱を招き寄せる。ユガ様のために。私が？そんなことできません。逆らうならば切るわ。おやりなさい。刀もなしで私に挑むなんて無謀なのね。眠るといいわ。どうしたの、ハンマ？連れて行かないの？ああ。
ああ、リムルルこそあの女相手によく。それがね、手に大筒をつけたおじさんが来て助けてくれたんだよ。大筒？そいつは一体。ん？この声はママ母！探したんだよ、ママ母！ママ母、姉様はどこ？どこにいるの？え、姉様が危険。この山の地下に洞窟隠れてる？どういうこと？ねえ、ママ母！おうぞ、リムルル、うん、できた。これぞ究極のガンダラだ。大総長様。ん？なんだハンマー拙者、もう我慢ができませぬ。この計画即刻おやめくだされ。なんだと？逆賊呼ばわりされても構いませぬ。拙者、命を落としても計画を阻止する所存。ねえ、貴様。お、あれはさっきの娘。なぜだ、なぜあんな者どもがここに。おのれ、やめろ。それは立て、真のガンダラよ。やれ、イラ殺しにしろ。第四幕、羅刹覇王丸。なんだあの化け物は。そんなどうした。そんな、まさか。おい、何言ってるんだ。おい、どうしてあの怪物の中から姉様の気配がするの。なんだと。いいぞ、虫けらども残らず殺せ。俺、大僧正ガンダラ、あいつをやれ。おい、大丈夫か。おじさん、あれをガンダラの、なんか…やっぱり…すまない、拙者が悪かった…おい！いいぞ、他の邪魔者を倒してしまえ。くそ！あの化け物の中にナコルルがいる。もしそうなら戦えねえじゃねえか。ナコルルを殺しちまう。どうする。俺は一体どうしたらいい。俺は、ねえ、ハオマルさん。ん？自然ってなんて美しいんでしょうね。ほら、日の光に川がキラキラ輝いて、風に草が踊ってる。知っていますか？空がどこまでも青い場所には森がたくさんあるんですよ。何ですか？そうしてるとまるで小さな子供みてえだな。え、私が？カムイの巫女として剣を振ってるより、そっちの方がナコルルらしい。そうでしょうか。この世に悪党なんかいなくなっちめばいいのにな。
そうすりゃお前はずっと笑っていられるだろうに。大丈夫、必ずそういう日が来ますよ。必ず。やるしかねえんだな。下がってろ、リムロル。恨んでいい。もしも俺がナコルルを殺したら、汚れ役は俺が引き受ける。貴様、一人でガンダラと戦うつもりか。うるせえよ。何？てめえ、覚悟しとけ。ガンダラ！いずれ復讐してくれるわ。それは無理だな。お、なんだ貴様。幕府の連中は貴様が邪魔だそうだ。なあ、おい、シキ、私を守れ。どこだ、シキ。あ、うわー。やっぱり起きないのか、ナコルルは。あの怪物に霊力を随分吸い取られたみたいだから、しばらくは。くそ、せっかく助けてやったのに。ううん、大丈夫。ただ眠ってるだけだよ。いつか目を覚ますから。そっか。でも早く笑顔が見たいだろ、お前。いいの、姉様きっとまだ疲れてるから。私がずっとそばにいてゆっくりさせてあげたいの、リムル。今起こしたらさ、姉様またどこかへ戦いに行かなくちゃいけないんだもん。だからさ。そうだな。うん。いい風だ。うん、どうしたの？いや、なんでもない。そういえば、あの女どこへ消えた？それに、あいつと会った時に感じたものは、一体…覇王丸、私の探している男は、
やはりあなたのように、いずれまた会うことになるわ。その時はあなたをもらう。第二幕、暗殺者の宴。いい飲みっぷりですこと。まとわりつくな、鬱陶しい。色町の宿で私に向かってそんなことを言うなんて。俺はまずい酒は飲まん。それと同じことだ。もうこの下水野郎、さっさと切られて死んじまえ。おい待ちな。なんだ、何のつもりだいこれは。お前売ってるのは自分だけじゃねえんだろ。金さえ出せばいろいろと面白い話を聞かせてくれるそうじゃねえか。この国に救ってる生草坊主の居場所が知りて。それはダメ。それだけは。なんだと。大僧侶の件だけは触れちゃいけないんだよ。消されちまうよ。あたい、おい、大僧侶に消される前に俺が消してやろうか。あの山の奥に隠れ寺があるんだ。そこにいる。隠れ寺か。なるほどな。いかにも生草坊主の考えそうなことだ。しませろ。この邪魔しろ。三つ、四つ、五つ、六つ。待てよ。クソ坊主がいる部屋ってのはどこだ。それは言えよ。殺すぞ。一番奥、突き当たりの部屋だ。地下に続く隠し扉が。隠し扉、教えたんだから助けてくれ。頼む。そうだな。おや、俺に歯向かったやつが生きていられると思ったのか。アホが。ここだな。からくり時計か。くだらん。扉、そんなものがありそうな場所は壁か、それとも床か。残念ながらお主の探しているものは簡単に見つからぬ。何？この俺の後ろを取ったのか。でかい図体のくせに大したもんだ。お主、資格か。ああ、貴様らだいぶ面白いことしてるみたいじゃねえか。幕府にとっちゃ目の上のコブらしい。ああ、
同じ悪党同士だ。せいぜい命のやり取りを楽しもうぜ。この野牛ハンマー、悪党ではない。何がおかしい。さてな、そんなことより俺の刀がうずうずしてるんだ。早く始めようぜ。なかなかやるじゃねえか。まだまだ、このハガンマルの威力を見せてくる。猛烈か。直撃を受けて立っていられるとは驚きだ。だがそなたの体は骨まで傷んでいるはず。おとなしく剣を捨てよう。この俺に剣を捨てるだと、冗談ではない。このアホだ。まさか王術の弾を空中で切るとは。待て貴様。ハンマ様。ハンマ様、ご無事ですか。もう済んだ。しかし正面から堂々と侵入されるとはな。あの見事な引き際といい、なんと手強い刺客か。兵の数をもっと増やすように伝えなくては。それがどうした。山中に不審な者が現れたとの報告があり、残りの兵はそちらへ向かってしまいました。何。小娘を連れた侍です。四季殿が今剣を交えております。四季が感じる。そうか、やはりお前が覇王丸なのか。どうして俺の名を。ユガ様、ついに来ました。私とついをなす汎用の男を。はっ。覇王丸、あなたを、あなたをもらう。甘くない。甘い。はっ。ほら。はっ。やっ。青丸さんが押されてる。強い、あの女の人強い。こいつ後ろは崖よ。もう下がれないわ。どうしたの。あなたの力はこの程度。もしかして私の見込み違いかしら。何。失望したわ、青丸。もうあなたはいらない。さよなら。おちろ。第三幕、手負いの牙吠える。覇王丸、さよなら。どういうことだ。あいつ剣を交えた感触が異様だった。まるで殺気がねえ。っていうより感情そのものがなかった。あれは一体。うん、しまった。リムルの名をね。Mm-hmm.
ここまで痛めつけられちまうと酒の味もよくわからねえな。あの男、柳生ハンマーとか言ったか。あいつの妙な武器をなんとかしねえとな。これ以上食らったらさすがの俺でも行っちまうぜ。この足音、それにこの気配。夜にもよってこんな時に会っちまうとはな。やつもよくよく運のいい男だ。うわー、大岡さん。源十郎の大岡さん、源十郎、源十郎なのか。久しぶりだな、会いたかったぜ。なぜここに。決まってるだろう、貴様を切りに来たのさ。いい加減にしな。俺は今それど、お前怪我してるじゃねえか。気にするなよ、かすり傷だ。嘘つけ。どう見ても俺の怪我なんだ。どうでもいい。言ったはずだ、今お前とやり合う気はねえ。生きたきゃ俺を殺してから行け。うこれだ、俺の欲しかったのこいつだ、青丸。てめえ本当に怪我人かよ。だから言っただろう、見すぎな子な。勝負あったな、源氏は。とどめを刺せ。貴様、ここで殺しておかないといずれ後悔することになるぞ。後悔させに来てみろよ。いいか、次に会うときは怪我なんかしてるんじゃねえぞ。俺がつまらんからな。アバよ、アバよ。つまらねえからよ。うだ、アホが。リムルル、どこだ、返事しろ。青丸さん、俺はここだ。よかった、無事だったんだ。ああ、リムルルこそあの女相手によく。それがね、手に大筒をつけたおじさんが来て助けてくれたんだよ。大筒？そいつは一体。この声はママ母、探したんだよ。ママ母、ママ母、姉様はどこ、どこにいるの。え、姉様が危険、この山の地下に洞窟隠れてる。どういうことねえママ母。追うぞ、リムルル。できた、これぞ究極のガンダラだ。だ、大総長様。ん？なんだハンマー。拙者、もう我慢ができません。
この計画即刻おやめくだされ。なんだと？逆賊呼ばわりされても構いませぬ。拙者命を落としても計画を阻止する所存。ねえ貴様。お、あれはさっきの娘。なぜだ、なぜあんな者どもがここに。おのれ、やめろ。それは立て、真の神だらよ。第四幕、カムイの巫女として。なんだあの化け物は。そんなどうした。そんな、まさか。おい、何言ってるんだ。おい、残らず殺せ。俺大僧正、ガンダラ、あいつをやれ。おい大丈夫か。おじさん、おめしの姉をガンダラの、なんかやっぱり。すまない、拙者が悪かった。おい。いいぞ、他の邪魔者を倒してしまえ。くそ、この化け物の中にナコルグが。どうやって助けりゃいいんだ。くそ、やるしかねえのか。でも姉様が。ありったけの速度で、あの化け物の方面を叩き切る。一線の極みだ。少しでも狙いを外せばナコルルもやばいが、今はそれしかない。信じてくれるか、リムル。うん、でも私も一緒に戦う。ダメだ。私の命は姉様と共にあるから。姉様、私に勇気を。姉様、ナコルル姉様、この声はリムルルなの。はい、私です。そう、戦っているのはあなただったのね。はい。このガンダラは私の霊力を力の源にしています。私ごと切りなさい。そうしなければあなたの命が危ない。早く黒い汚れを断つのです。私の命を救おうなどと考えず。それはできません。姉様はいつもそういう、自分が犠牲になると。もう私はそうは思わない。犠牲になっていいものなんてない。リムル、あなたも感じているはず。巨大な闇よ、これ以上悪しき者に力を与えてはいけない。あなたの大姿勢を守るカムイの巫女なら。姉様が死んだら一体どれだけの人が悲しむと思っているのですか。姉様はいつもそうだ。それでみんなが幸せになると思ってる。でも姉様がいなくなったら私は全然幸せじゃない。そんな平和ちっとも嬉しくないよ。カムイコタンのみんなだってすごく悲しいのに我慢して、
これは。なんだこの吹雪は。氷の精霊よ、力を、もっと力を。ガンダラ、早くそやつを始末してしまえ。ナオマルさん、氷であいつを止めてみせる。だから一線の極みをお願い。姉様をお願い。わかった。行くよ、ナオマルさん。何なんだこれは。今だ。一線の極み、食らいやがれ。そんなバカな、私のガンダラが負けるはずはない、負けるはずがないのだ。おい待てよ。これだけのことをしでかしたんだ、覚悟はできてるんだろうな。私は教えてもらおう、化け物のこと、そしてあの怪しい女のこと。それは私のことが聞きたい。お、何？てめえ、いつの間に。おお、シキ、助けてくれ。ガンダラは倒されてしまったが、私がいれば何体でも作れる。そうね。でも、おお、ユガ様からの伝言よ。お前はもう必要ない。いやなんてこと。覇王丸、あなたの力見せてもらった。やはり私の欲しい男のようだわ。次に会う時はあなたをもらう。それじゃ。待て、やっぱりあなたは巨大な闇に狙われているようです。ああ、そのようだな。どうするの、覇王丸さん。どうもしねえさ。待ってればそのうち向こうからやってくるだろ。そしたら戦うまでだ。私は黒い汚れについて調べてみます。きっとあなたの役にも立つはずですから。それじゃあ行きましょう、ママ。リムルル。え、姉さま、行っていいの？私も一緒に行っていいの？やったー。でもね、リムルル、危なくなったらすぐ逃げるのよ。姉さま、まだ私のこと犯人待ってる。あの女、シキと言ったか。わけのわかんないこと言ってたが、何が来ようと関係ねえ。一つで切り抜けるまでだ。これまでもそうしてきたし、これからもそうしていくさ。いつでもかかってこい、相手になってやるぜ。
サムライスピリッツ。出演は覇王丸中村大輝、リムルル上谷恵子、木場上源十郎、コング桑田、四季南香織、野牛ハンマ渡辺武史、ギャルガンダラ政子克実、大僧正秋元陽介、遊郭の女竹間千乃美、茶屋の親父寿司田峰夫、武士三木ネズミ、幕府の密使飛鳥光一、総兵小林和也、ナコルル生駒晴美、そしてナレーションは私大木民生でお送りしました。こんにちは、ナクルルです。いよいよ始まりましたサムライスピリッツですが、いつものように毎回2つのお話が用意されています。しかも放送されるのはどちらか一方ですから、登場できない人たちもいるわけです。ということで、今私と源十郎さんは来週どっちのお話が放送されるかをかけて花札をやっています。あ、それロン、うん、待った、ちょっと待て。はい。お前な、ロンっていうのはな、麻雀なんだ。あ、それダウト。おお、バレたか。ダウトはトランプだ。ちゃんとルールを教えてやる。その間に次回予告言ってろ。いいな。予告 A。 ナコルルを探し山中を行く覇王丸とリムルルと、その二人の前に謎の女が現れた。ユガ様、ついに来ました。私とついをなす汎用の男が。次回サムライスピリッツ第2幕、姉を思いて。予告 B。 幕府の密命を受けた木場上源十郎が、彼を待ち受けていたのは片腕に巨大な大筒を持つ豪傑柳生ハンマであった。この俺の後ろを取ったのか。でかい図体のくせに大したもんだ。次回サムライスピリッツ第2幕、暗殺者の宴。というわけで、お前なあ、ルーラーちゃんと分かったな。はい、うん、犬も歩けば鬼当たる。それはカンタだ。だって青がもういいならよ、もういいよ、もういいんだからね、もう。おい、ラジオ聞いてるみんな、お前ら任すからな。ちゃんとどっちがいいかリクエストしてこいよ。いいな、待ってるぞ。ああ、そうだわ。割り箸を引いて王様と書いてあった人が全然違う。ねえねえ、覇王丸さん、私ずっと考えてたことがあるんだよ。ん？サムライシリーズって結構長いでしょ。なのにさ、今でもみんな他人行儀な呼び方してんだよね。覇王丸さんとか。おお、なるほど、確かに。この際さ、あだ名をつけてフレンドリーに呼び合おうよ、ね？フレンド、まあそりゃ構わねえがな。俺はなんて呼ばれるんだ？あのね、いつもお酒を飲んでるから酔っ払い。おい、そのまんまじゃねえかよ。冗談じゃねえよそんなの。怒らなことでいいじゃないか、酔っ払い。だからその名前で呼ぶなっちゅうの。ちなみに源十郎さんはアホが口癖だからアホでしょ。ナコルル姉様は大自然、シキさんが無口で全部そのままなの。やめろってな、まったく。もう付き合ってらんねえ。さっさと次回予告行くからな。次の2つの予告のうち来週聞きたい方を選んでくれ。それじゃ予告スタート。予告 A。 覇王丸とはぐれたリムルルにシキの刃が迫る。一方、囚われのナコルルにも恐ろしい危機が訪れようとしていた。悲しみ、怒り、やめて。
こんな恐ろしいことやめて。次回サムライスピリッツ第3幕姉妹の戦い。予告 B。 シキとの戦いでリムルルと離れ離れになった覇王丸。しかしそこには思いもよらない男との再会が待っていた。俺と出会っちまったらよ、貴様はもう剣を抜くしかねえのさ。次回サムライスピリッツ第3幕手負いの牙吠える。フォードさんが外人、ハンマさんが大男、立花右京さんがゴホゴホで、服部半蔵さんが忍者でしょ。ちょっと半ちゃんラーメンまだ。いや、風間蒼月さんが兄貴で、餃子も頼んでんだけどな。勝木さんがドッカーンと。もう帰ろ帰ろ帰ろ。ちょっと待てよ酔っ払い。だからその呼び方をやめろっちゅうの。酔っ払い嫌い。うるさい。さて、次回予告です。はい。次の2つの予告のうち、来週聞きたい方をリクエストしてください。それでは、予告編スタート。予告 A。 立ちはだかるガンダラ、しかもその中にはナコルルが。その時覇王丸は、自ら汚れ役になる覚悟を決めるのだった。恨んでいい。もしも俺がナコルルを殺したら。次回サムライスピリッツ第4幕羅刹覇王丸。予告 B。 圧倒的な力で目の前に立ちふさがるガンダラ。リムルルの姉への思いはこのまま踏みにじられてしまうのだろうか。リムルル、早く黒い汚れを断つのです。私の命を救うなど考えず。姉様。次回サムライスピリッツ第4幕カムイの巫女として。ということで、あなたの心のパートナーガンダラが次回予告をお送りしました。どうもありがとうございます。それでは失礼。